何ですかこのタイトルは。青酸カリで実の弟を殺して、はい、お前保証金いっぱいこう、はい、入れて、お前そういうやつだったんか。俺、お前そういうやつだったんか。聞いてねえよ。そんなな、犯罪者みたいなやつとな、俺組めねえよ。すいません。なんだよ。それ僕じゃないんですよ。え、そっか、だとしたら捕まってるもんな。確かに。でも無罪だったじゃん。まあ、一旦ね、一旦ね。はい、ということで何ですかこれは。まあ、これは、はい、まあ、あるドラマの、はいはいはい、まあ、一部の内容。あ、内容なんだ。そうです。はい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 。ドラマって何？韓国ドラマ。韓国のドラマです。なんでこういうタイトルにしたの、わざわざ。このドラマを紹介したいけど、このドラマを紹介する、韓国ドラマおすすめ、韓国ドラマってやっても再生回数伸びないから、少しでもいろんな人に見てもらいたいなっていう意味で、まあ、こういうタイトルつけたっていうことが。よくわかってんじゃん。はい、ということで、まあね、まあそういう話があるよっていう。そう。はい、で、何のドラマなんですか。まあ、これは、はい、あの、まあ、題名、はい、まあ、ドラマ名は、はい、日本語で言うと、はい、あなたが眠っている間にっていう。うわ、予倍だ。いや、やめろ。やめろやめろ。違うの。違う違う。え、そうなんだ。あなたが眠っている間に何が起こるんですか。何が起こるんですか。何が起こるんですか。まあまあ、このドラマの、はいはい、あらすじ教えてよ。あらすじは知らんから。はい、まあ、ある、まあ、はい、ヒロインや、まあ、はい、言うたらヒロインが夢を見るんですよ。はいはいはい。そのこれから起こる、はい、だから言うたら予知夢。ああ、夢ってそっちね。そう、なんかアイドルになるって夢を見るんですよみたいな、そういう始まりかと思ったら、夢を見る少年ね。うん、少年じゃないけど少女ね。うん。ヒロインだからな。そう、確かに。で、うん、まあ、そっから隣に越してきた、今の話の流れだともう予倍しかないんだけど。違う違う、隣に越してきた、はい、その男の人も、うん、その女の人の予知夢を見ることになる。その女の人は誰の予知夢を見るの。自分。自分の予知夢で、あったりとか、うん、その他の他人のいろんな、あ、いろんな、うん、予知夢、はい、見て、で隣に越してきた男の人はこの女の人の予知夢を見るの。だいたい危険、その女の人が危険だった瞬間を見るの予知夢を見るみたいな。ああ、そういうこと。なんかそういうのがあって、うん、そういうので、こう、で、その女の人は、うん、あ、もうこれは言わん方がいいかな、あらすじとしてやる。知らんよ、俺知らん。で、その男の人は、はい、ケンジなわけ。ケンジさん。うん。あー、なんか、事件を調べる人ね。そうそうそう。はいはいはい。で、まあそういうので、予知夢とかでこう、意見交換してくんだみたいな感じで、こうで、事件を解決してきますみたいな話。そんなん、大体そんなんやったり、あ、まあ、だから人を助けていこうみたいな。ああ、2人でねタッグ組んで、なんとなく人を助けていくぞっていうような話なんだ。そのちょっと恋愛もありつつみたいな。もう大変だな。忙しいな。事件解決しながら自分の恋愛事情も解決していくんか。まあ、でも事件って言うけど、うん、大体はこうその誰かに危険があったりとかする、そのあヒロインとか、その主演の人とか。ああ、そういうことね。うん、まあ、なんかお互いを助け合うみたいな感じね。そう、大体そう。で、助け合ってで、もう一人夢を見る霊とか出てくる。大変。そう、もうスリーマンセルやん。そう。そんな感じでバーって進んでいく。ああ、その中に、うん、今タイトルにしてある事件が起きる。あ、実際にそのドラマの中で起きた事件なんだ。そう、青酸カリを弟に飲ませて殺して、そう、事故と思わせて、事故と装って、保険金目当ての殺人だったんだ。そう、実の兄がっていう事件が、ユージがっていう事件がっていう事件が、うん、そうね。もうややこしいな、ユージ出てきたりとかも。いや、勝手に。あ、そういうこと、ね、出したんや。いや、それが面白いんだ。そう。え、な、どういうとこが面白いの。そもそもヒロイン誰。ヒロインは、うん、あの、ペスジ。え、国民の初恋、
韓国の国民の初恋って言われてるぐらいめちゃくちゃ綺麗でめちゃくちゃ可愛いいるんですよ。もともとアイドルですもんね。そうですね。ミスエだっけ。そう、ミスエのペスジっていう人で、今はもう女優さん、もうかな、もう女優さんでもうちょっとこうやってやってるみたいな人なんですけど、だからもともと JYP だよね。そう、 JYP、 はい、 JYP ですよ。はあ、めちゃめちゃ可愛いですから、ぜひペスジさんの作品は見たらいいんじゃないでしょうか。なんでそれ見たの、ドラマ。ドラマこれ見たのは、うん、あのペスジが出てたから。お前やってんな。ペスジが好きだから見たの。そうです。そしたら内容が良かったっていう話。普通に面白かった。あ、普通に面白かったからおすすめしたいなっていう。今回あれですかね、スタッフ君のおすすめ韓国ドラマっていう企画ですからね。そう、タイトルがちょっとややこしいですけどね。ごめんなさいね、タイトルサムネで釣っちゃったみたいな感じで。けど、いろんな人に見てもらいたいっていう気持ちからですから、ね、そうです。そうですよ、おすすめしたいっていう気持ちからこういう形にしてるんで。そうだよ。でもそのシーンはちゃんとあるから嘘じゃない。嘘じゃない。そうだよ、ペスジは可愛いっていうのも嘘じゃない。嘘じゃない。本当に可愛い。どういうとこ可愛い。なんか、まあ演技やけど、うん、なんかこう、なんやろな、本当に恋しそうになる。恋したいな。いや、めっちゃ可愛い。めっちゃ可愛いな、うん、やっぱり。気持ち悪い。なんでやねん。一緒や、あんたも一緒やで、ももちゃん可愛い言うてる。一緒や。うん、めちゃめちゃ可愛い。ほら、気持ち悪い。めちゃめちゃ可愛い。それも気持ち悪いってことやけど。めちゃめちゃ可愛い。めっちゃ好き。一緒やんけ。まあ男ってこんなだよね。そう、男ってこんな。女の人もそうじゃん。でも女優可愛いって言うと一緒やで。普通に日本でもさ、演技はこの女優可愛いなって言うやん、みんな。誰、女優、日本人で好きなの。急に来たの。日本人の女優。ほら、圧倒的楽器。あ、わかる。でも楽器わかる。もう楽器は俺の初恋。いや、国民の初恋、楽器。俺が決めました。日本の、日本の国民の初恋は楽器です。そりゃそう、当たり前だろ。そうよ、もう俺が中学の時かな、小学生の時かな、見た恋空最高ね。恋空の楽器最高だよ。違うんだよ、ペスジね、ペスジ。まあちょっと僕もね、これあの言われたんでちょっと見たんですけど、その生産仮の部分ね。ちょっと見たんですけど、まあちょっと面白いですよ。で、40分なのね。なんかまあに、ほんまは多分、うん、韓国で放送された時は、うん、長くやってたんやと思うけど、うん、なんか日本のそういうサイトとかで見ようとしたら、あ、多分 Hulu とかであるんでしょ。そう、なんか短くなる、多分短くて話数が多くなってるんやと思う、うん、あー、そういうことね。そうそうそう。いや、めちゃくちゃ面白いですよ。あの、僕もね、ちょっと何話か見た、2、3話ぐらい見たか、2、3話ぐらい、なんか俺が起きてきたらそれ見てたんだけど、途中から見始めて、で、ちょうど生産カリぐらい。ちなみに生産カリの話9話ぐらいなんですよ。なんで、ぜひとも皆さん見てください。ということでね、まあ生産カリの話はごめんなさいですけど、本当にペスジは可愛いし、ドラマは面白いと思いますので、ぜひとも見てください。今後もこういう形でおすすめの韓国ドラマとかもね、紹介していきたいと思いますし、皆様のおすすめの韓国ドラマっていうのもちょっとね、聞きたいんで、あの、見たいしね。なんで、ちょっとぜひとも下の概要欄、下の概要欄じゃない、それ書き込むのは僕だけ。そこ下のコメント欄にぜひとも書いてみてください。僕たちも気になったものあったら見ていきたいと思います。アニョン。